この先に新オランダ園庭があるので行ってみましょう。この飛び石を越えていきます。向かい不動園庭はまだ新しく、2000年に作られたものです。2000年という年は、日本とオランダの交流が始まって400周年にあたる年で、これを記念してオランダ園庭風に作られたので、新オランダ園庭と呼ばれるようになりました。